この前マイジャグ5打ってて、隣が高設定だったの。5、6000回して合算が90分の1ぐらい。ずっと当たってんの。でもその人、下皿残して泥箱流すんだよね。これどういう心理状況？飲まれたらやめるの？でも数値めちゃめちゃいいから、普通だったら終日打つんだよね。同じことしてる人いたらね、ちょっと教えてほしいんだけど。Thank you.
Thank you.
Thank you.
34G 飴、ブドウが 5.96 プラス2150枚、 700G ハマりさえなければ。今回2回来たもんね。調整のような鬼ハマりだったよ。設定は5ぐらい、ブドウめちゃめちゃ悪いし、合算は5、6の間で悪くないんだけど、まあ、5だったのかな。上っぽいの座って2000枚はね、ちょっと物足んないかな。3、4000枚は欲しかった。2000枚ぐらいならね、中間でもワンチャンいっちゃうからね。夕方ぐらいまでは超順調だったのに、これっすわ。今月もマイナス今3万ぐらい。で、打てるのが30日、明日だけなんだよね。今月はね、マイナスフィニッシュ濃厚だよね。ワンチャン明日プラスに持っていければなんだけど、1500枚以上。厳しいかな、うん。来月ね、なんとか伸ばしていくしかないっすね。では今回はこの辺で。お疲れ様です。